はい、お聴きの曲はデューク・エリントン楽団によります天下のクラシックスサテンドールであります。エリントンが金融都市ニューヨークのコットンクラブのハウスバンドリーダーとして、着任しましたのは1929年でして、翌年が皆様どなたもご存知、世界恐慌ですね。エリントンっていうのはそれまでこう大行なね、ブロードウェイミュージカル、これはもうすでにこの時代ありましたんで、それと、ウォール街ばっかりの、まあ、金融都市ですよね。もうウォール街ってのはね、神経すり減らすでしょうから、もう今もたった今もむちゃくちゃすり減ってると思いますけどね。おっとっとっと、これ弾きながら歌えんのかこれ。これサテンドールですね。歌詞が素晴らしくて、シガレットホルダー、あ、すいません、シガレットホルダー Which wakes me ってのが1曲目で、だから例えばパネルディスカッションにしか参加しない人、パネラーっていうね。でパネリストっていうのは朝まで生テレビで怒鳴り合う人っていうねすいません、口が滑りが止まんないですけど、まああれですよ、この国の言葉にはそういう表現はありませんとかって言って怒る人いますけど、なんかクレームつけるときにね、スペル間違いとか、文法の間違いとかね、あらまあなんちゅうか、先生に叱られたんでしょうね、そうやってね。その時のこう辛さをこう人に向かってね、復讐を分配してる人だと思いますけどね、やめた方がいいと思いますけどこの国の言語にはそのような言い方はありませんって断言できる人ってのは怖い人ですよ。ここまで、解説するジャズ評論家いないと思いますよ。